元気ですか？元気があれば何でもいい。実況アナウンサーの柿本です。今日はですね、先般ちょっとお伝えしたように山柳堂へ出稽古にやってまいりました。まあどんな展開になるか分かりませんけれどもね。さあそれでは早速お送りいたしましょう。久しぶりなんですよね、私。東京を切るっていう時代はね、20年ぶりぐらいでしょうかね。なんかこう、身がこう引き締まるというね、そういう思いはあります。ただ、やはり、やっていく中でね、疑問点もあったんです。当時は、ね、師範には質問するなって言われたもんですから、なかなかね、疑問点を払拭することもできず、まあ、今日に至るという感じですね。まあ、それを、こうね、なんとなく解決してくれたらいいなっていう、そんな思いであります。ただしやるからにはね、本当にガチンと出ていこうと思います。聞かないものは聞かないし、ね、僕はそういう性格なんで、いいものはいいって言いますね。でも違うぞと思ったら、はっきり言おうと思ってます。まあそれが、自分の使命かなと思いますね。まあ、それを、まあ、今回動画にして出そうと思ってますので、どうぞ、楽しみにお待ちいただきたいと思います。はい、わかりました。鍵の穴が、ガチンコで来るというんで、こちらも本気で行きますんで、まあ、かかんなかったらもう頑張っちゃってください。こっちも真剣にやっていきたいと思います。お待ちしてます。まあね、石森さんもかなり気合が入ってるみたいですから、私もだんだんテンション上がってきましたよ。何かその放送席違った、そんな雰囲気があります。自分がリングに上がる、そんな雰囲気がありますね。どうぞ石森さん。いや石森、いいか、俺は絶対に見破ってやるからな。時は来た。よし、鍵の穴、じゃあ真剣に来てもらいましょうか。ただし10秒以内に沈みますよ。来いよ。らこの勝負、果たしてどうなる？鍵野孝彦 vs 石森喜男。いや、石森さん、元気があれば何でもできる。元気があれば発信もできます。実況アナウンサー、鍵野孝彦です。よろしくお願いいたします。バカぞー